あ、もしもし。うん。もいじ。おはよう。あ、プーさん、わざわざお時間いただいて。おう、ええで。うん。なんか、お前、すごい社会人になったやん。どういうことでしょうか、プーさん。なんか、配信前にさ、なんだっけ、プーさん、これ新しい LINE なんで追加してもらっていいっすかつってさ、送ってきてくれてさ、で、追加したらさ、今日、10時40分くらいに通話いいっすかつってさ、なんか、すごい優秀な営業マンだったじゃん。ありがとうございます、はい。まあ、それだけ。うん。はい。はいはい。で、なんだっけ、なんか、プーさんになんか、被害にあったの、うん、この男性が。俺の被害、うん、俺が被害にあったんじゃなくて、いや、プーさんから被害にあった。あ、なんすか、どんな被害っすか、じゃ、どんな被害、はい。いや、俺がプーさんにツイキャスで俺が相談を持ちかけたじゃないですか。いや、知らないですよ、あなたのことが誰か、まず数ヶ月前に。いや、だからごめんなさい、誰かわかんないです、まず。いや、セリーですけども。いや、だからどんな相談っすか。人を助けるようなことをしたんだけども。人を助ける、いや、ちゃんと内容言ってもらっていいですか。人を助けるようなことをしたんですけども。いや、そういう内容で送ったんすか。いや、相談はいいですかと言って。いや、聞いてます、聞いてます、ちょっと聞いてます、死んでます、あなた脳みそ。いや、聞いてますか。いや、こっちが聞いてるんですけど、今その全く同じこと。いや、さっきのことを言ったんですけども。ちなみに何すか、数ヶ月前の話なんすか。そうですね。はあ、それで。ツイキャスのライブ履歴にも残っていると思いますよ。はい。ツイキャスの放送履歴に残ってると思いますよ。いや、ツイキャス履歴残ってると思いますよじゃなくて、僕が残してるんですよ。いや、残ってるんだったら聞かなくてもいいと思いますけど。なんで俺今からそれを急に今今日初めてあなたと話してるのに、それを確認、はい、今からするっつう話になるんですか。なんで事前に確認しといてっていう話をしてくれないんですか。じゃあ何言ってんすか。いや、あなたがやったことなんで、ね、はい、じゃあまあいいや、何をやったんですか俺が。いや、相談を持ちかけて、はい、あなたが、はい、チンジャオロースとかホイコーローとか、はい、わけわからない言葉を発した後に、はい、私が、はい、例え話で、はい、あなたの親族や、はい、ことを晒されたらどう思いますかと言ったら、はい、あなたがいきなり切れ出して、はい、暴言、誹謗中傷等を。え、僕誹謗中傷と暴言普段しますよ、普段から。お前みたいなやつ死んでほしいと思ってるし。はい、お前みたいなやつ死んでほしいって思ってるし。はい、もう一度言ってもらっていいですか。あ、嫌です。はい。はい、何ですか。それで何ですか、話が。もう一度言ってもらっていいですか。あ、嫌です。え、何ですか。アーカイブ確認していただいて。え、誹謗中傷と暴言等の雨あれを俺に言ったんですけども。はい、ペさんが。はい、はい、それで何すか。いや、お前みたいな、何ですか、うん、え、だからそれで何ですかって。いや、何ですか、答えてもらっていいですか。何を答えればいいんですか、僕今。いや、あなたが今さっき言った言葉を。あ、だからアーカイブ確認してもらって、僕にあなたも同じこと言ったじゃないですか。いや、今外なんで無理なんですよ。あ、後で確認してもらって。後で確認してもらって、はい、僕も今通話中なんで、過去のアーカイブ確認するの無理なんですよ。いや、あなたは家なんで、あなたが確認すればいいじゃないですか。俺、外なんで。僕は確認するまでもないんで。だから、あなたが言ったことなんで、もう一度言ってもらっていいですか。いやです。アーカイブ確認してもらって。あ、都合が悪いんですか。あ、別に悪くないです。で、会話ができないんですかね。だとすると、あなたは都合が悪いんですか。何月何日の俺のアーカイブですか。都合が悪くないんですか。だから俺が、だからあなたと絡んだのは何月何日のアーカイブですか。
や、それは数ヶ月前のことなんで。だから数ヶ月の前のことなんですけど、なんで事前に調べてこないんですか。今日あなたが俺に突したいって言ってたんでしょ。いや、あなたのわけなんで、あなたのわけなんで、あの、はい、俺ツイキャスのアカウント持ってないんですよ。知らないです。ツイキャスのアカウント持ってなくても履歴見れますけど。あ、それはパソコンからは見れるんですけども。いや、普通にスマホから見えますけど。いや、スマホから。スマホ持ってないんすか。ガラケーすか。スマホのアプリすらもう落としてないんで。だからアプリなくてもできますよっつってんの。いや、アプリなくても、アプリなくてもって言っても、俺見てないんで、あなたのツイキャス。はい、じゃあ見てなかったらどうやって相談してきたんですか。いや、私相談、俺あなたが紹介されて私が行ったんで。知らないですけど、俺もそんなもん、そんな事情俺知らないですけど。はい、そんな事情俺は知らないですけど。知らなかったらあなたから LINE ブロックされてませんよね。何言ってんすか、マジで。え、知能低めっすか。え、な、何ですか。知能低めですか。知能ですか、はい、知能ちゃんとありますよ。だったらなんで会話が成立しないんですかね。いや、成立してるじゃないですか。してるんすか。ちゃんとレスポンス返してますよね。いや、あの的外れのレスポンスが来てるだけですけど、ずっと。いや、的外れなことは言ってないんですけど。いや、言ってるから今成立してないですよね、会話ね。だから話、だから、だから会話が先に進まなくないですか。いや、先に進めません、進めましょうよ。だけ勘違いがあるとすると、なんかこの男性は、はい、ブーさんのことを知らなかったそうです、はい、知らないで相談来たんですか。知らない人に相談するんですか、あなた。頭悪いんですか。で、なんで知らないか。やっぱ知能指数が低いんですか。え、俺だったら自分の悩み事を知らない人には相談しないですけど。なんか女性友達にプーさんっていう人は真剣話を聞いてくれるよってことで、なんか紹介をされたらしい。ふーん、知らねえ。俺があなたのことを知らなければ、はい、あなたから LINE ブロックはされないと思うんですけど。何を言ってるんですか。はい、何を言ってるんですか。このアカウントで、はい、あなたから LINE ブロックされてるんですけど、俺 LINE でとちってるんで。だからなんすか。だからそれだけあなたがクソみたいな相談してきたってことじゃないですか。知らないってあなた言いますよね。僕は知らないですよ。記憶にないですよ。だって僕毎日どんだけ相談受けてると思ってるんですか。いや、千万じゃ通らないじゃないですか。いや、通るっすよ。そこの矛盾はどうするんですか。え、なんすか。矛盾でもなんでもないですけど、俺いちいち全部覚えてないっすよ。いいっすか、いいですか。俺はいちいち自分のところに来る相談全部覚えてられません。いや、そういうことではなく、あなたは知らないって言う。じゃあ、LINE の通話とか。じゃあ、覚えてないって言い換えます。はい、覚えてないって言い換えます。あ、はい、言い換えるんですか。え、なんで言い換えちゃダメなんですか。なんで言い換えるんですか。え、逆になんで言い換えちゃダメなんですか。そこになんか不満があるみたいなんで、そこに不満があるみたいなんで言い換えますって言ってるだけなんですけど、何の問題があるんですか。なんであなたはあのこの前ノックが、はい、あのツイキャスをやっているときに、はい、俺の件に対して、はい、ノックにあの通話をかけたんですか。俺の件に対して、この間っていつですか。かけてないですか。この間っていつですか。この間です。この間っていつですか。最近です。知らないです。4日前ぐらい。知らないです。知らないっす。あ、僕も無理がありますよ。まあそれはだからあれ、別にたまたま時間が合わなかっただけでしょ、プーさんと。うん。いや、それを言ってるんじゃないんだよ。俺のことに対しての通話をプーさんがノックにかけてるわけよ。いや、俺のことに対する通話じゃなくて、あの、俺の名前が出たっていう話だから、だから誰の何の話っつって電話かけたのはツイキャスにかけてんな、ノックな。30くらいな。で、別に俺こいつだっていう話してないよね。はい。こいつがどうこうっていう話してないよね。それで俺、そいつ来たら潰すって言ってたんですか。はい。なんかそういうのを聞きましたけど、俺は。聞きました。え、もしかして伝聞の話をしてるんですか。もしかして自分で確認もしてないんですか、それ。え、はい、自分で確認してなくて、誰かから聞いた話で俺に文句言ってきてるんですか。相談は受けましたよね、俺から。だから覚えてないってことを何度言ったらいいんですか。俺の声って結構特徴的で、いや、知らないっすよ。知らないっす。残ってるんですよって。俺は残ってないっすもん、マジで。ツイキャスの履歴に残ってるんですよ。だからツイキャスの、うるせえな、こいつ。殺すぞ、マジで。何言ってんの、お前。
マジでずっと。うるさいなじゃないんですよ。子供なんですか？お前だよ、カス。はい、なんと言いました？お前だよ、カス。はい。お前だよ、カスって言いました。あ、聞こえないね。もう一度お願いします。こいつダメだ。会話にならねえ。めんどくせえな。じゃあ、こいつ会話にならんよ。聞こえないんで、もう一度お願いしますと言ったんです。すいません、聞こえなかったんで。ノック、これ続けんのこれ。いや、まあ、聞こえなかったんで。これ会話にならんくね、普通に。聞こえないのはそれ、わざとだぞ、うん、聞こえなかったんで。え、あ、誹謗中傷言ったんですか今。ちょ、ノック、これ辛いよ。ちょ、さすがに。まともに会話できない人とはちょっと無理よ、俺。ノック。普通に、カスって言いました？良さそうな感じなんですけど、普通に。今、カスって言いました？言いましたけど。あ、喧嘩がしたいんですか俺と。え、喧嘩やります？ねえ、ノック、こいつ会話にならないよ、普通に。あ、逃げるんですか？今、喧嘩ありましたよね。まあ、じゃあ、男性はどうなったらいいのこれは、じゃあ、最終的には。だから、ノック、俺は、普通に話してるよね。なのに、この豚が、喧嘩売ってきましたよね。豚ではないです。ねえ、豚。おい、豚、答えろ。やめろよ、そりゃ。ねえ、ノック、これ会話にならない、こいつ。お前が会話になってないんだよな。そうだよ。え、あのさ、ね、お前さ、あの、後でさ、ノックのアーカイブのさ、チャット欄見てみたら、ねえ、どっちが頭悪いか、もう一目瞭然だけど。よねえ、しっかりとさ、ねえ、ついさ、だからどうやったらいいんですか？あんまね、あんまこんなね、平行線になっちゃうから、どうだったらいい？いや、平行線にならしてんのは、このプー太郎であって、豚のプー太郎であって、ね、こいつが話を進めようとしてるのに、知らない、知らないって、シラ切ってるだけね。え、ノックさ、ノックさ、お前さ、こいつが、ね、ちょっと黙って、ノックと喋りたいから黙ってくんない？話を聞きます。いや、黙ってくれな。俺が話してたんだから、お前がかぶせんノックさ、普通にさ、お前相談の内容全部覚えてる、ね、数ヶ月前まで。俺が話してたよね。で、話すよ。黙ってくれな。いや、もう。はい。はい。ノックに普通に通話かけよう。うん。会話なら。うん。はぁ、あ、ね、ちょっとノック通話しようぜ。ちょっとノック1対1でちょっと通話しようぜ。うん、もう相手にならないからさ、うん、ちょっとノック通話かけてきてくんない？うん、はあ、でもこれをさ、え、なに、ノックはさ、これをさ、毎回さ、トツに上げてんの？このカスを。そういうわけじゃないの？うん。うん。あ、個人でかけてくださいって。オッケー。あ、ちょっと、あれなんで。うん、はい、もうちょっと、あの、会話にならないのはちょっとつらいよ、俺。さすがに。ノック。そうですね。うん。え、だってさ、え、別に普通にお前もさ、あの数ヶ月前のその相談ってさ、覚えてんの？お前も、お前覚えてる側？いや、これはお父さんの枠でやった話ってことなんで、うん、え、違う、そうじゃなくて、お前が自枠で乗った相談で、なんか数ヶ月前のやつってさ、全部普通に覚えてる？あ、そういう意味か。うん、まあなんか覚えてないのもあれば覚えてるのもあるって感じ。だよね、俺本当に覚えてないんだよ、この人。はいはいはい、うん、なんか何の相談かもわからんし、でどう考えても今のテンションだったらブロックされるのは当たり前じゃん。俺会話にならない人の相談乗るつもりないし。まあ当然そうですよね、うん、だから当然の流れで多分何かしらうざいことがあってブロックしたんだろうけど。はいはい、あ、うん、一応ね、日付的には6月28日。いやもう6月28日って5ヶ月前だけどね。うーん、あー、なんかね、俺のね、息子のことの名前を出して、え？で、それで、なんか、そう、覚えてるやついた。俺の子供の名前を出して、で、俺の子供がロックオンされたらどう思いますかみたいなことを言ってきて、で、それで、なんか俺ブチ切れたらしい。ああ、どうやら。子供は関係ないです、確かに。うん。
そう、俺の身内の名前を出して、でそれでそいつがもしロックオンされたらどうしますみたいなことを言われて、それで俺がスイッチ入ったらしい。やば。うん、そう。でちょっと相手、あ、なんかね、お前んとこにいるさ、ヤエバっていう人いない？あ、いましたね、はい。あ、なんかそいつの件でなんかなんじゃかんじゃよくわかんないなんか話をしてきたらしいね。うん、そう、もともとその八重葉っていうやつの件で、なんか俺そもそもその八重葉っていうやつをさ、なんか別に俺知らねえじゃん、知らねえ人じゃんその人にもかかわらず、その人のなんかあの愚痴みてえな、こいつこんなことしてるんです、こんな悪いことしてるんですみたいな、そう、そんな感じのことをなんかダラダラ喋ってたんだって。でそんな話聞きたかねえし、俺別にそこに関与してねえし、なんでそれ俺にしてくんねんっつっていう話をしてたら、なんか俺の子供の話を出して、でそれでなんじゃかんじゃっていう話らしい。うん、そりゃぶち切れるよね、悪いけど。うん、身内の話を出して、でさ、それでもう一件さ、ちょっとごめん、俺の方からも一個あってさ、実はなんかお前んところのさ、なんかなんだっけ、刹那クルーとかいうやついない？いますね、はい。だからそいつがさ、なんかこの前さ、はい、俺の話題が出た時かなんかの時に、はい、あ、なんだっけ、なんか変な人の相談、あの車椅子ババアだ、はいはいはい、はい、車椅子ババアの時の相談になんかとつったっしょ、お前のとこに、はいはいはい、はい、その時にさ、なんか俺のコメント欄もひどくないみたいな、俺のコメント欄の方がひどくないみたいな話してたんだよ、刹那クルーとかやつ。俺ってなプーさんですか？そう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 、俺のコメント欄が、はい、ノックンところのコメント欄がひどくてっていう話から、なんか俺のコメント欄の方がひどいでしょみたいな、いや、はい、俺のところ誹謗中傷禁止してんのになんだその言い草っていう、はい、うん、でそっからうん、はい、だから見てもねえくせに適当なこと抜かしてんだよね、マジで。そう、いや、お前のアーカイブ見たんだよそれで、お前のアーカイブ見てて途中からアップルババアが出てきたから、もうその瞬間に切ったんだけど、だからその先の展開知らねえんだけど、はいはいはい、うん、一応なんか、こいつ前謝ってきたの忘れてんすかね、はいってきました、刹那って人から。謝ってきたのは別の件だろバカが。てめえが悪いことはてめえが悪いことで認めろや、カスで。お前車椅子ババアにお前論破されてたんじゃねえかよ、もうカスが。や、何のつもりだクソガキが、これ。こいつ前謝ってきたの、それはお前、俺が間違ってるところが勘違いしてる部分があったから、そこに関しては俺が間違ってたね、ごめんねって言った話だろうがい。それとこれ別件やろがい、カスガや、お前。話せますか？だそうです。お、かかってこいよ。ああ、じゃあ一回切ります、じゃあ。クソ舐めんね、マジでこいつ。